社屋にある看板本社演奏所があるリンクスビルオーツ・パルコにあるサテライトスタジオ77株式会社 FM シガは滋賀県を放送対象地域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である愛称は E ラジオまた通称として FM シガも使用される JFN 系列教区コールサインはジュブ FM サービスエリアは 滋賀県の全域、京都府、福井県、岐阜県、三重県の各一部、インターネットによるラジオ配信サービス、ラジコにおいて、近畿地方では、FM 京都とともに2011年7月1日より、実用化試験配信が行われていた。なお、有線のラジオ局再送信サービスは、近隣では、福井 FM 放送とともに実施していない。 曲名の表記は2001年11月まで、新聞の番組表では2003年3月まで一部が大文字の E ラジオ表記だった。ジングルでは E ラジオ77やザレイクサイド FM とアナウンスされる。ニュースは京都新聞、琵琶湖放送から配信を受けている。なお、2014年3月で中日新聞からのニュース配信は終了している。 2015年の開局20周年を機にマスコットキャラクターが誕生。曲ロゴの E を頭に乗せたキャラクターでリスナー公募により E-7 と命名。滋賀県内に本社を置く最初の民放ラジオ局でもある。1996年の開局までは長年 KBS 京都、または同社の滋賀放送局である KBS 滋賀が滋賀県域局の役割を果たしていたが純粋に、 滋賀県内をカバーする県域ラジオ局は当局が初めてである。出展出展上期の他に大阪府、兵庫県、奈良県、徳島県、愛知県の一部ではダクサーたちは受信している企業、団体は当時の名称。出展、2016年3月31日時点2003年3月31日時点。現在の番組の詳細は、 公式サイトの放送スケジュールあるいはエラジオマガジネを参照、平日土曜、日曜そのたつきから木曜日、編集金曜日、編集土日曜日、編集開局当時の主な番組、編集1996年12月1日時点、番組表からは自社制作かどうかの区別がされていないため、明らかに自社制作番組と判明しているものだけを記す。 出展2001年4月以降、E プレスは月間で発行されている無料の情報誌である。毎月1日を発行日とした月間で、京都新聞や中日新聞の長官に折り込まれる。また、県内の各協力店や施設にも置かれているほか、京都府内の CD 店や福井県鶴ヶ市の映画館など、放送対象地域外に置かれている事例もある。 表紙はパーソナリティが一面を大きく飾っているほか、紙面はクライアントの広告を兼ねている。なお、2002年3月まではパワープレイのアーティストが表紙を飾っていた。また、総監当時から映画館証券やアーティストグッズなどの読者プレゼントを実施している。なお、開局当時の広報誌はラジオ77であった。2006年11月頃、ブログサイト ブンブンブログが開設され、多くのブロガーが同サイトにブログを開設したが運営から撤退した。なお、同サイトの利用者及びコンテンツは関連会社のブログサイトである市が作ブログに移行したほか、当社が運営していたブログサイトは大見八幡にあるウェブサイト制作会社が継承し、チェキポンブログとして再出発した。公式サイトは、かつてはチャットコーナーや、 電子掲示板などのコンテンツがあった。サイト内にあるヒットチャートに関しては2004年9月以降は全く更新されていない。AB 株式会社 FM シュガの FM 中継局に予備免許 ?FM ラジオ放送の難聴を解消 ?ABCD 会社概要 E、ラジオレイクサイド FM77.0 西野章の,の郵便番号日本郵便 ABCD 日本民間放送連盟。 日本民間放送年間2018貢献出版2018年11月20日388ページ ABC 第23期決算広告官報決算データベースハット JFN パーク JFN38 曲一覧コスモアースコンシャスアクトクリーンキャンペーン新たにラジオ5曲がラジコ .jp23 からラジコハットラジコ .jp4 が京都 広島で新たに5曲が試験配信開始へ、インターネットウォッチ滋賀県内で、JFN 系列の最送新対象曲は、FM 大阪と兵庫 FM 放送となっている。ラジオ放送一覧優先ハットラブ、滋賀、ラブ、ラジオ、竜王で新築、リフォームヘア滋賀初の琵琶湖放送と FM、滋賀祭丸生放送も、琵琶湖大津経済新聞、2019年2月10日閲覧、 松原町の郵便番号日本郵便、麹町の郵便番号日本郵便 FM 市が無線局免許上、総務省平成22年国政調査による、同じ JFN 系列の FM 香川も中継局は設置されていない。日本民間放送連盟、日本民間放送年間2016貢献出版、2016年11月25日、368ページ。 日本民間放送連盟、日本民間放送年間2003貢献出版、2003年11月、361ページ、中京テレビの平日夕方の情報番組、キャッチ、と同一の番組なであるが、無関係、シガニスサンエス、トラクション第4水曜日は、福井 FM 放送が制作する、フトマンスリーラジオプログラムフトラボ、をネットするため休止となる。 FM 福井会 UT ラボ、死ハラペコマガジングルグルメ 1997P148、パーソナリティ、ラジオレイクサイド FM77.0 キポンウェブ、ありがとうございます。